はい、今日はですね、23日投開票の、衆参5補選の選挙がありますんで、まあ、そちらの情勢分析が出てきたので、その件についてお話ししたいと思います。衆議院の補選が 4区ですね、4人ですね。で、参議院が1人と大分ですね。で、衆議院は千葉5区、和歌山1区、山口2区、山口4区ですね。で、参議院が大分選挙区と。で、この5地域ですね、5区の、補選なんですけど、いろいろ情勢分析出てきましてですね。で、まあ、話題の千葉5区ですね、エリ・アルフィアさん。まあ、中国とのつながりでですね、いろいろ噂になっててですね、まあ、河野太郎さんとかですね、茂木さんが応援してるんで、まあ、保守系の方は結構反発してる方なんですけど、これをですね、まあ、むしろ立憲応援しろっていう感じで保守系の人たちは言ってましてですね、まあ、これどう考えるかですね。まあ、立憲に入れるくらいだったら、まあ、自民でもいいじゃないかと、エリ・アルフィアさんでもいいじゃないかと、そう考える人もいるし、いやいや、エリ・アルフィアさんはそんな甘いもんじゃないぞと危険だぞということで、今回ばかりは立憲にっていう人もいるし、あとはまあ国民民主党からも候補出てますんで、まあ国民民主党に入れると、まあ冷静にその中で一番いい人に投票するのがいいだろうっていう。で、まあ国民民主党の候補が通らなくても、まあある程度国民民主党が伸ばせばですね、まあそれが民意の反映だっていうふうにも見れるし、まあこれどうするかなんですけど、まあ私だったら立憲に入れちゃいますね。矢崎さんに入れちゃいますね。まあこれはですね、まあ国民民主党の候補者っていうのはもう通らないっていうのは分かってるんで、自民のエリ・アルフィアさんか立憲の矢崎さんかっていうどっちかの勝負なんですね。で、情勢分析的には、まあ、結構互角っていうこと言われてまして、で、他の情勢分析では、まあ、エリ・アルフィアさんがリードしてるっていう見方もあるし、いや、もうエリ・アルフィアさんが負けてるっていう見方もあるんですけど、まあとにかく接戦なのは間違いないと思いますね。まあ、エリ・アルフィアさんを落としたければ矢崎さんに入れた方が一票としての意味があるよっていう、まあそういうことなんですけど、まあともかくこれどっちになるかですね。やっぱりあんまりですね、まあ河野太郎さんとかですね、茂木さんとか、まあ今日なんか小泉進次郎さん応援入ったみたいですけど、まあそういう候補者、そういう人に応援されてる候補者を通らせたくないなっていうのは、まあ私も思いますね。で、和歌山一区ですね。和歌山一区、門博文さんと林由美さん。ここは自民と維新の戦いなんですけど、ここも接戦ですね。そういう情勢分析が出てます。で、山口二区。ここは自民は岸信千世さんですね。元岸大臣の、息子さんですね。と、あとは無所属の平岡さんと。で、これですね、これも接戦っていうのは間違いないんですけど、岸さん有利っていう、まあ、ここでは岸さん有利っていう見方出てるんですけど、岸さんが負けてるっていう情勢分析も出てるんですね、他の会社ですと、他の新聞社ですと。だからここもちょっとわからないですね。岸さん通ると思われてたんですけど、まあ予想に反して苦戦してるって感じですね。で、山口4区ですね。ここが安倍元総理の元いた選挙区なんですけど、自民が吉田真嗣さんで、その他はまあちょっと乱立してまして、有田芳生さんとかいるんですけど、ここはですね、まあ吉田さん有利っていうことで、まあこう対立する候補者がまあ乱立してるっていうところが、まあいい部分に反映したっていうところもあるんですけど、まあここは吉田さん有利ですけど、まあ、安倍昭恵さんがですね、先頭立って頑張ってますんで、ここはですね、まあ、山口4区の方の、まあ、思いっていうかですね、ここはやっぱり吉田さん通さなきゃダメだろうと。ここで、まあ、他の
候補者通しちゃったら、まあ安倍さんに申し訳ないっていう感じですよね。昭恵さんに対しても、まあ、負けさせるわけにはいかないと、まあそんな感じですね。で、参院の大分選挙区ですね。こちらは自民が白坂さん、立憲が吉田忠智さんですね。ここもなんか互角らしいですね。ですんで、この五補選ですね、結構自民が苦戦してるっていう感じですね。で、結果でですね、自民が結構負けるようなことがあると、まあ岸田政権の求心力って呼ばれてるものがですね、まあ失われて、ちょっと自民党内もぐらつくんじゃないかなと。で、これがぐらつくとですね、まあ総選挙とかあった場合ですね、またいろんな思惑、まあ維新が強いんで、例えばもう一回維新と立憲民主が組み直してですね、選挙調整とかしてもう自民潰しにかかるっていうこともあるし、そこにあの緑のおばさんがですね、便乗して岸田政権弱しと見るとですね、動き出すジョーカーがいますんで、まあいろんな動きになりそうな感じがするんで、もうこの五補選の結果は、要注目ですね。ということで、まあ衆参五補選の、情勢分析ですね、をしてみました。今日は以上になります。ありがとうございました。